残影も気配もまるで感じられませんでした。スクーンとなると外れ、振り出しっすかね。でも時間かけるのはまずくね。なんでよ。だって有名な心霊スポットなんだろ。呪われてる人はまだまだいるかも。しかも今のところ致死率 100%、 これ以上人死には勘弁だろ。確かにね。ピコーン、流行ってたのはバンジーっすよね。飛び降りるって行為が鍵なんじゃないっすか。ピコーンって言った、今言った、言った、言った。それはもう板取りで試しました。え、もしかしてあのビニール紐で飛んだんすか。シュ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 。あ、いた、よかった。伏黒さん。誰だっけ。伏黒の後輩だろ。釘崎散々いじってたじゃん。お、八十八橋って言ってたから本当によかった。藤沼、うん、同級生。姉ちゃんです。よかった、覚えてくれてて。